asked about which DJ played my song or which label was cool. It's always been much more than that. Music is such a joy. 今日はですね、天気がいいので外に出て撮影をしようかなと。で、うちの近所の周りには公園が結構あるので、どこか今人がいないところを探して撮影しようかなと。この辺のベンチ良さそうですね。桜公園行く。はい、水口です。今日はね、外が気持ちいいんで外で撮影しようかなと思って、外にカメラを持ち出して今撮影しています。今日紹介するのはこのグローブですね。まあ主に夏用のグローブで、2色おなじみのこのプレデター柄ですね。で、特徴としてはこの甲側はよくあるグローブのように合皮で、物をつかみやすいようになっていて、ただこの手のひら側か、手のひら側は合皮ですね。で、甲側は結構薄いこのナイロン生地で、涼しく作っています。濡れてもすぐ乾くし、蒸れて暑いっていうことがないグローブですね。で、一番その夏釣りをしていて、手をケアしなきゃいけないのは、まあこの手の甲側の怪我もそうですけど、手のひら側ね、何回間違えた。手のひら側の、安全を守ること。で、あとはこの手の甲側ですね、こう日が当たっていると日焼けして、ひどい場合には火傷をするんですね。で、僕は火傷をした跡がいくつも残っていて、それは例えば何か料理をしていて火傷をしたのではなくて、日焼けで火傷してるんですよ。これグローブは本当欠かせなくて、本当に暑いところ、まあ、日本でも真夏7月の中旬から8月中旬、ちょうど1ヶ月ぐらいの間ですね。その期間は太陽が高くて日差しが強くなるんですね。その時期は本当にグローブをしないと手が大変なことになるね。で、太陽光から守るっていう役目がこの甲側の生地にはあり、あとは虫よけにもなりますね。こう釣りしていて、まあ、右で竿を持って左でリールを巻く場合、こっちが動かないんですよね。その場合ここに虫が止まる可能性があって、まあ、こうリールを巻いててもここに虫が来たりしますよね。蚊とかブヨとか、それを防止することができるという、はい。で、この手袋はもう前から言ってる通り、手袋は香川県ですね。香川県の職人さんが作った手袋なんで、こう手にフィットしやすくて使いやすいと。で、いろんな人のね、手の太さに合わせやすいようにちょっと工夫してあるんですよね。ちっちゃい人でもフィットして、大きい人はこう伸びるという風にはなっているので、大抵の人には合うんじゃないかなと。で、はめ始めはまだこうゴワゴワするんですけど、はめていくうちに自分の手にこう馴染んでいくので、こうやって馴染ませて使ってもらえたら、そのうちこう慣れていくんじゃないかなと思います。で、色はブルー2色ですね。で、名前はね、こっちはノースブルー、北の青ですね。
ノースブルーで、こっちの濃い青はサウスブルーって名前をつけました。南の青ですね。こう色の比較をするとこんな感じですね。こんな感じ。こんな感じで青の青みがこう違うの分かりますか。太陽光が当てると分かりますね。はい、これ色変えてこうやってはめるのもおしゃれですよね。こうやって色変えても面白いかなってちょっと思いますね。色替えして、はい、あとはね、デザイン的なところで言うと、まあ、ここにタグがこうついてますね、右側だけタグがついて、しっかりつかみたいところにはここちょっとゴム割りになっているので、まあ、グローブをすることでグリップ力が増し、自分の握力、握る力ではなくて握る、耐久力ですねを使わずに済むんですよ。滑らないということは弱い力で握っていればいいから、握る力を消費しにくくなるので、そういう意味でもグローブは有効ですね。はい、で、 できればグローブは、2つ持ってた方がいいですよね。旅に行くときはですよ。1日だったらまあ1つでいいですけど、2つ持っていれば、グローブが汚れて洗いたいときなんかは替えのグローブ、今日は例えば2色したら、最初はこの薄いブルーのノースブルーを使っていたんだけど、こっちが汚れた濡れたっていうことになったら、こっちの濃いブルーを使う。例えばですよ、2つ持ってる方が、2つ買えっていうことではなくて、その使い方としてはそっちの方がいいですね。濡れたグローブするのって気持ち悪いと思って、はい、ということで今日は、グローブの紹介でした。気持ちいいですね、今日は。外で撮影してよかったですね、今日は。はい、そういうことで。Liquid is blended ice. Only time I see the light when morning turns into night. This is left, no, it's right. Living comes with a price. What would you do for paper? No, what would you do for likes? I'm a straight up 90s baby, new generation and type. I'm dicking her down heavy. You pillow talking the light. I can't take these niggas serious. Some of them turning dyke. Fake a pussy ass niggas, just something I never like. Please don't talk no shit about us unless you ready to fight. Circle tighter than the fetus. I'm steady ripping the mic. Bullshitting with my hitters like Scottie Pippen and Mike. That's Straight Jordan, shut up and stay forward. I grind all the time like I was a skateboarder. Florida boy swag, my style ain't they normal. Southside hustle, I did it to stay northern. Started from the bottom, just trying to get to a dollar. Used to rock a lot of Hollister, now I stay in designer. That's that Polo True Religion, Versace, Louis Armani, plus a couple Gucci loafers. I'll never rock in McDonald's, cause that's how we eat.